デイビッド・デルトレ・レディッチは、アメリカ合衆国の作曲家。アリス・モノと呼ばれる連作によって、明快な調整感とポピュラー音楽のリズムに影響された伝統的な作品を発表しており、ネオロマンティストと呼ばれている。カリフォルニア州、クローバーデール生まれ、17歳の時、サンフランシスコ交響楽団と共演し、ピアニストとしてデビューする。 カリフォルニア大学バークレー校を卒業後に、プリンストン大学にて、アール・キムとセーマー・シフリン、ロジャー・セッションズ・ラーに作曲を、指示、1964年に修士号を取得する。初期作品は、ルイス・キャロルの、不思議の国のアリスに層を得て、幅広い範囲の音楽様式並びに、音楽形式を駆使した。 1980年に少女アリス・チャイルド、アリスの第一部、夏の日の思い出インメモリオブ、エイサマーデーにより、ピューリッツァ賞を受賞する。後年の作品の題材も文学的なものが多く、ビクトリア朝から現代に至るまで、東西の詩人の作品が使われている。私生活においては芸であることをカミングアウトしている。デル・トレディチは、 音列技法を習得したにもかかわらず、シンドマン主義音楽の粘り強い支持者の一人であり、現代音楽に調整を復活させることを望んで、調整に根付いた作曲を行っている。ピュリッツァー賞の他にも、グッケンハイム奨学金など数々の名誉に輝き、アメリカ文芸アカデミー会員にも選ばれている。国内外の主要なオーケストラからの移植も数多い。支持者に、 ゲオルク・ショルティア、レナード・スラット・キンラがいる。ありがとうございます。